ところで後方の2台は、おとアテンザが思ったよりベストラを引き離せない。どうなんでしょう、中谷さん。エージェントしてもなんか悪いし、ブレーキもねすごく効き悪いしね、なかなか質感があってエンジンの音以外の質感はいいな。ハードブレーキ、ターンインのアコードの良さってすごいよな。ここギア比のマッチングに苦しんだはっちゃん届かず。うわ、立ち上がりで置いてかれる。トップはアコード、スペックで劣るアルファが僅差の2位。プリメーラは予想外の走りでアテンザを抑えた。少なくともアテンザとかプリメーラみたいに変なね、剛性不足みたいな動きはしないよ。さあ続いてはミドルワゴン対決。セダンは欧州勢に迫る走りを見せた国産車、ワゴンではどうか。さらに深く国産ワゴンの実力を検証する。ではワゴンクラスのエントリーカーを一気に紹介しよう。まずはアテンザスポーツワゴン 23S、 走りの目標